皆さんこんにちは。突然ですが、あなたはこの秋から冬にかけてマラソンで自己ベストを更新したい、あるいは今年はもちろんのこと、来年、再来年と長期にわたって自分でも想像できないところまで記録を伸ばしたい、そんな風に思われていますか？そしてそのために自分にぴったり合う練習計画を立てたい、そのために参考となる精度の高い情報が欲しい、長くてもいいから質が高くて精度が高くて実際に役立つ情報が欲しい、そんな風に思われていますか？実は今回はそんなあなたのための新講義動画をご案内させていただきたく、こちらの動画をお届けさせていただいております。詳しくご案内させていただく前に、あなたの貴重なお時間を無駄にしないために次の項目に当てはまる方のみ続きをご覧ください。まず一つ目です。マラソンが本気で速くなりたい。二つ目です。効率的な努力をして最短最速で目標に到達したい、あるいは自分の潜在能力を全て発揮しとんでもないところに到達したい。三つ目です。自分に合った練習計画が立てられるようになりたい。4つ目です。サブ3のための12週間のトレーニング計画やガーミンが指示してくるトレーニングのような杓子定規で具体的で何を根拠にしているかわからない確率的なものではなく、様々な事例を参考にしながら本当に自分の生活習慣やこれまでの走歴やトレーニング歴や遺伝子に合う練習計画が立てられるようになりたい。最後です。ここまでの項目が達成できるのであれば5万円投資してもいい。これらに当てはまる方には今から紹介させていただくマラソントレーニング研究が絶対にぴったりです。これから簡単かつ明確にマラソントレーニング研究がどのような講義動画なのか紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにマラソントレーニング研究とはどのような講義動画なのかということですが、次の内容について解説させていただいている約10時間のオンライン講義です。まず一つ目にマラソントレーニングの基本の概要です。はじめにさらっと効率のいいマラソントレーニングがどのようなものなのか、その概要を解説させていただきます。これまで私の講義動画いくつも受講してくださっている方にとっては復習の箇所なので飛ばしていただいても構いません。二つ目です。成功している古今東西の一流ランナーから市民ランナーの方まで、マラソン前約3ヶ月のトレーニングを大きく3つの種類に分類し、それぞれの種類ごとに具体的な練習内容を見ながら私の分析結果を解説させていただきます。誤解のないように強調しておきたいのですが、紹介ではなく解説です。普通の人は紹介されたところでどこが参考になるのか、どこをどのように役立てればいいのか、全体像と部分の関連性をどのように理解すればいいのか、そして結局のところ自分の練習計画に落とし込む場合にはどこが参考になり、具体的にどうすればいいのかがわかりません。ですので、そこの部分を解説しながら各選手のトレーニング全体像、隠れた意図、全体像と部分の関連性などを解説しながら、あとはそれをあなたがどのように参考にすればいいのか、参考にするのであれば自分がやる場合にはどのようなやり方に応用するのか、このあたりを徹底解説させていただきます。またどんな練習にもメリットとデメリットがあるので、そこの部分を理解しながらトレーニングを進めていく上でも大切なことになるでしょう。またこれらのことが理解できれば、これさえやれば誰でもサブ3みたいな練習は存在しないことも、あるいは逆にみんな結局練習のやり方は人それぞれ、練習なんて何をやってもいいということにはならないということがお分かりいただけると思います。成功している練習というのは確かにそれぞれ違いますが、その中には共通点がたくさんあり、さらに全体像を大きく分ければ3種類に大別可能で、異なる練習のやり方を混ぜるとうまくいかず、一見みんな全然違う練習をしているように見えて、練習の見方、分析の仕方さえ分かれば驚くほど全体像が美しく調和が取れているのだなということが理解できるようになります。最後は感覚的な話になっていきますが、やっぱり何人もの練習内容を分析していると、うまくいく人の練習計画は美しいんです。それは全体的に調和が取れているからです。よくよく考えてみると過激なやり方や極端なやり方で成功している人を私はほとんど知りません。川内幸さんもやや極端ではありますが、よくよく分析してみると王道のやり方に自分の性格や生活習慣を加味して少し変更したやり方に過ぎません。美しいか美しくないかはあくまでも私の感性によるものなので、そこの部分は講義では一切触れておらず、感覚的な話ではなく論理的にきちんと言語化して解説させていただいておりますのでご安心ください。ただ美しいと感じるのは全体像を見た時の話であり、今回の講義の内容を受講していただければ全体的に練習を捉えるということの重要性がお分かりいただけると思います。一日一日の練習を見てもそれは点に過ぎません。点ではなく線でつないで全体的に見なければならないのです。
これもインスタグラムなどで出てくるサブ3のための練習参戦などがほとんど参考にならない理由です。私もサブ3のための練習参戦とかは書けますが、その練習がやってサブ3できる人はすでにサブ3を達成するだけの力がある人です。そうではなく、今4時間ちょうどの人を2時間59分にしようと思えば、サブ3のための練習1000戦くらいは欲しいです。ただ、それでは情報量が多すぎて、整理されていません。だから10時間かけてそれらを整理し、類型別に分析、解説しようというのが今回の講義の趣旨です。10時間はちょっと長すぎるのではないかとのお声もあるかもしれませんが、章ごとに分けており、いつでも見たいところにワンクリックで飛べるようになっております。また、今回の講義動画はマラソンやり続ける限りは一生お使いいただける内容となっておりますので、これからマラソンを続けていく中でちょっと練習で迷った時にいつでも参考になる箇所を見返せるようになっており、5年後でも10年後でもマラソンを続けるためにはずっと参考になる内容となっておりますので、10時間が長すぎることは決してありません。冗談抜きで迷った時にあれを参考にしたいなと思ったら1年後でも5年後でも10年後でもお使いいただけるものになっておりますし、実際に私が過去10年くらい参考にし続けている内容のものもあります。別のもので例えるならば、とりあえず一通り国語の基本をざーっと学んで日本社会で生きていけるように最低限のことは頭に入れておき、あとは細かい部分の言い回しや表現や意味がわからなくなった場合には辞書を引く、そんなイメージです。どんなに勉強したところで日本語が完璧になることはない。むしろ極めようとすればするほど知らない表現や言い回しや漢字があることに気づくので、日本語を仕事にする人ほど辞書が手放せない。本講義は一通りの基本と細かい部分の辞書的な役割を両方果たすものである、そんなイメージです。なんとなく日本語を話している人は日本人に日本語の辞書など不要だと嘘吹くけれど、日本語を生業にしている人は辞書が手放せないというのと同じで、今回の講義はなんとなくマラソンを走っている人にはゴミくずほどの価値しかないけれど、真剣にマラソンに取り組んでいたりマラソンの奥深さを探求している方ほど手放せない講義動画となっております。では改めて、そんな今回の講義を受講していただくメリットはどのようなものがあるのかということですが、次のようなメリットがあります。まず一つ目です。マラソンが楽しくなる。マラソンの奥深さが分かると本当にマラソンが楽しくなります。二つ目です。あなたの目標に最短最速で到達できる。あるいは潜在能力を遺憾なく発揮し、自分の想像をはるかに超えるところに到達できます。3つ目です。長期にわたって確実に記録を伸ばし続けることができます。目先の目標ではなく、今やっていることが全て将来につながっていきます。そして最後に、マラソントレーニングの心理が理解できます。これだけの内容が詰まった講義動画がたった 49,500 円の投資で受講していただけます。そしてなんと2024年10月6日まで限定でたった 33,000 円の投資で受講していただけるようにさせていただきます。さらにこちらの講義には全額返金保証を付けさせていただき、講義を受講後万が一ご満足いただけない場合には理由を問わずに心で泣いて顔は笑顔で全額返金させていただきますので、あなたにリスクは一切ございません。むしろあなたの満足を保証させていただきます。こちらの講義はあなたの想像をはるかに超える内容が詰まった一品です。講義への申し込み方法は非常に簡単で、お支払い方法をクレジットカード、ペイパル、銀行振込よりお選びいただき、その後氏名と講義動画をお届けさせていただくメールアドレスをご入力いただきますと、それで完了です。また今回は先着5名様限定で成功をお祈りし、BCAA サプリメント、アミノザウルスを無料でプレゼントさせていただきますので、ご希望の方はご住所をご入力いただけますと幸いです。講義の方はクレジットカードとペイパルをお選びいただいた方には自動返信メールですぐに講義をメールでお届けさせていただきますので、文字通り今から5分後には講義がお手元にお届けさせていただきます。銀行振込をお選びの場合は入金を確認させていただいた後、手動にて講義をメールでお送りさせていただきますので、しばらくお待ちください。土日祝日はご入金が確認できないので、その点についてもご了承いただけますと幸いです。ここまでの話を聞いてもまだ少し不安という方もいらっしゃると思います。私の YouTube 動画や無料ブログをこれまで読んでくださり、なんとなく教え方がうまいというのも知っている、競技者としての実績も知っている、でもまだ不安があるという方のために改めて少し自己紹介をさせてください。私は2020年にオンラインに存在するランナーのための日本一のマライバーをモットーに、
ランナーのためのウェブサイトを設立し、それ以来4年間でロンドンオリンピック男子マラソン代表の藤原新さんを含む10代から70までの老若男女延べ8636人に書籍や講義動画をご購入いただき、ここでしか学べない質の高い講義、もっと早くしていればよかった、感謝しているから池上さんを応援したい気持ちもあるけれど、同時にできれば広まってほしくないという本音もある、50年に一人の逸材などの様々なお声をいただいております。そして何よりも重要なのは、全国大会で2位に入ったり海外レースで優勝するようなトップランナーから初心者の方まで、 800m からフルマラソンまでの距離で多くの方が自己ベストを更新されているということです。また私自身の能力が劣る部分を補うために今年からはインターハイチャンピオンから美ボディを作りたい一般の方まで延べ数千人のトレーニングを担当されてきた体幹トレーニングのエキスパート翔子を引き抜き、現在弊社ウェルビーイング株式会社で一緒に仕事をしていただいています。また言うまでもないかもしれませんが、洛南高校陸上競技部時代の1個下の後輩深澤哲也も阪急阪神ホテルズから引き抜き、現在は講師として大人の市民ランナーの方の指導はもちろんのこと、3年間で3人の滋賀県中学チャンピオンを輩出するなど、ジュニアコーチとしても活躍している深澤哲也も一緒に仕事をしてくれています。最後に改めて考えていただきたいのですが、あなたが新講義動画マラソントレーニング研究を申し込むことで想定しうる最大のリスクは何でしょうか。最大のリスクは、申し込んでみたけれどなんか思ってたのと違う、役に立たないわけではないけれど投資額に見合わないと思われた場合には全額返金させていただき、無料でプロの学びが得られて終わりになるわけです。ですがそのようなことにはなりません。もしもあなたが真のマラソン好きであれば絶対にご満足させてみせるのですが、いかがですか。それでは動画の概要欄の URL をクリックしてお申し込みください。それではまた本講義動画の方でお会いしましょう。